どうもハンサムクロジです。こんにちは。今日はですね、コンビニで売ってた美味しそうなやつ食べます。井村屋さんから発売されたどら焼きロールアイスバニラ、あともう一個前からね結構言ってた、ツイッターとかで僕も美味しいって言ってたセブンのバスクチーズケーキをご紹介します。ということで、まずはどら焼きロールアイス食べましょう。こちらです。じゃん。はい、こんな感じでどら焼きの生地でアイスクリームとあんこを包んでるっていうか挟んでるアイスですね。柔らかいこだわりのどら焼き生地と濃厚なバニラアイスと甘い粒あんの組み合わせです。あんこのいい香り。あんこはね、粒あんですね、多分ね。いただきます。アイス美味しい。生地が美味しい。ふわっとしてて確かに柔らかい。アイスクリームも美味しい。バニラビーンズがたくさん入ってて、バニラの香りがしっかりしてさっぱりしたアイスクリームですごい美味しかったです。あんこも粒あんでたくさん乗ってて、まあこれもこれで美味しいんですが、バランス的にあんこの存在感がちょっと薄く感じましたね。アイスクリームに負けちゃってるというか、生地も美味しい、アイスクリームも美味しいだとちょっとあんこがかすんじゃってる。でも井村屋さんのあんこ美味しいはずですよね。だから量の問題なのかな。僕的にはちょっとあんこ弱いなと。でもすごい美味しかったです。もう一回食べたいなと思いました。これは生地が美味しいからな。ロックハンサム、でもこれめっちゃおすすめできますよロックハンサムっていうのはかなり厳しい見方をしてます。はい、次はバスクチーズケーキ、セブンのやつ。まあもう何回も食べてて美味しいのは知ってるんですが、改めて。じゃーん。茶色いですね。見たらわかりますか。じゃん。わー、こんな感じの断面なんですね。これしっとりしてるけどふんわりしててね。いただきます。うまい。おいしい。ふんわりしてて、でも濃厚でチーズの味がしっかりして、酸味もちゃんとありつつ甘くもあり、でもさっぱりいただける。このまま食べても美味しいけど、ガスタっていうバスクチーズケーキの専門店があるんですけど、そこと同じ食べ方をするのが僕的にはおすすめです。メープルシロップかけたりとか、岩塩かけたりとか、ちょっとチンしてから食べるとか、そういういろいろ食べ方あるので試していただきたいなと思います。僕はまだやってませんが、甘さと旨味のバランスがちゃんと取れてるチーズケーキです。すごい美味しい。ただ本物のバスクチーズケーキってもっと表面が焦げてて香ばしさがもっと強くて、まあ、これもこれで美味しいですけど、ちょっと違う感じはありますけど、ローソンとね比べるのもローソンに悪いんですけど、ローソンのバスクチーズケーキよりもねもう数段上ですね、僕的には。旧ハンサムですね。旧ハンサム。はい、ということで、新発売のもの本当多くて、僕も追い切れないというか、追い切れと言われるんですけど動画にしきれないっていうか、そういう感じなんですよね。スタバも今日、スタバの新商品も出ますし、ハーゲンダッツも美味しそうだし、アイスもいっぱい美味しそうなの出てるし、ローソンのリンゴのスイーツも食べたいしとか、いろいろあるんですよ。マックも新しいの出るしとか、いろいろあるんですけど、ちょっと追い切れないじゃない、動画にしきれない部分があって、すいませんね。なんかちょっとね、もっと頑張りたいです。もっと頑張りたいんですまあ引っ越しも一段落して落ち着いてきたので、いろいろできそうではあるんですけどね、ちょっとまあ仕事も忙しかったしな、まあ、これからもまた忙しいね、ちょっとね頑張ります。はい、ということで、気になる方是非コンビニ行ってみてください。被災地の方は本当にコンビニなんか行けねえよって感じだと思うので、皆さん募金して助けましょう。余裕のある方は是非。はい、そんな感じで、以上ハンサムクロージでした。バイバーイ。